は8時18分です。おはよう前橋からお送りしております。さあこの時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とグレートスコット八音割り古仙じいちゃんです。そろそろ意味教えてくんない？なんかね、映画のねバックトゥザフューチャーっていう映画の中で、はい、あのドクっていうね、うん、あのじいちゃんがよく、はい、あの、はい、入ってたなんて言いそうな、ちょっと言ってたセリフ。へえ、それ今日に関係ないんでしょ、うん、だって関係ないの。なんとなくね急に降りてきた。使ってみたかった。さあ今日はそんな古仙じいちゃんと月曜日お送りしていきます。今週週間もどうぞよろしくお願いします。さあ今日も気持ちがいいお天気で、そして古仙ちゃんのね素敵なミュージックで、ミュージック今日はいろいろ最初に解説されていましたが、今日ね解説がグダグダになっちゃったんだけどね、うんうん、ボブ・ディランっていう有名な人の曲を、はい、ジミヘンドリックスっていう人がカバーしたんだけど、ほうほう、これは未完成の音源で1968年ぐらいかな、はいはい、うん、で録音中にねベーシストがね喧嘩してね出てちゃってね、うん、もうめっちゃかめっちゃかみたいな、はい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 、そういう中で撮ったらしいんですけど、うん、1968年の、はい、うん、はあ、大先輩方のね、大先輩方ねね、今日もありがとうございました、はいはい、また来週も皆さんお楽しみに。さあさあさあ、そしてですね、昨日一昨日とね、まあ、昨日はとてもいいお天気だったんですけど、うん、夜は寒かったですよね。ただ土曜日がもう伊香保の方とかでも雪が降っているなんてね、うん、こちらもすごく寒かったんですけど、なんとそんな中、うん、東京では桜が開花したんですね。ねえ、早いんだよね。ねえ、うん、東京のソメイヨシノが開花したと土曜日に発表されていまして、冬のね、まあ、寒さだったんですけど、その前日の、うん、あの暖かさで多分一気に進んで、そうか、間違ってね、うん、進んだのではないか。咲いちゃったら、あら寒いじゃないのってねそういうことだね。ちょっと間違っちゃったんですかね。桜も後悔してるかもしれない。これなんとびっくりが、うん、1953年からの観測史上最も早い開花なんですって。そうなんだ、1953年からかい。ご先ちゃんまだ誕生されてない？してる。え、してる？うん、してるっすよ。してるか。あ、してない方ことにしてるね。ご先ちゃんしてるね。そっか、うん、63年にしとこうか。1953年私63年生まれです。1963年、あ、じゃあ10年ぐらい。嘘です。もうわけわかんないから次行こう。53年にはもう生まれてます。生まれてるんですね。はい、じゃあ平年より12日、うん、昨年より7日早いということで、うん、まあね、いろいろとこれ開花要素出てまして、前橋市もね24日あたりが開花なんて出てますけど、うんうん、今年はちょっとコロナウイルスの影響で、うん、点灯しないとかね。え、ね、ちょっとね、お花見もねしにくいやね。うん、もちろんだから屋台とかもね、うん、ね、そういうことになってきますよね、うん、そういうことになるね。はあ、お花見しないとなんか、うん、せっかくね、こう四季を感じられる日本に生まれたのにまあ十分注意してね、そうね、隣の人と2メートル以上距離を置いてうん、言葉を交わさないようにとまあね、花見るぐらいならね、そうですね、いいじゃないですか。なんか気持ちもほっこりするしね、対策もきちんとしていただいた状態でね、うん、見る分には、うん、私もいいのかなとは思います。はい、はい、では今日のメールのテーマいきましょう。はい、今日のテーマ財布。はい、今日は財布ということで、うん、春財布。春財布っていうの、うん、季節の春に、あとお財布も春ということで、うん、縁起がいいとかも言われますからね。パンパンに貼ってる今の時期にやはりこうお財布、うん、買える方も多いと思いますけど、はい、エイトママちゃんからいただいています。ママ私のお財布のこだわりはいくつかありますと、うん、1. お札を折るのが嫌なので絶対に長財布ですと。はーはー、これ分かれますね。長財布かね、お札を折るのが嫌なんだ。嫌なんですって。お札はそのまま入れるとお金が出ていきやすいと聞いたので、うん、上下逆さまに入れています、うん、逆さまね。2. ポイントカードがたくさんあるのでカードがたくさん入ることが重点です。あ、今はねカードあーいっぱい持ってるもんね。なんかカードをお財布の中に入れる派か、うん、カードをそのカード用のケースみたいなのあるじゃないですか、うん、ああいうの入れる方、はい、
どっち派ですか、コセンちゃん。コセンちゃん、私は両方。うん、だからあのお財布の中にカード再生入れてたんだけどはい、はい、入りきんなくなって、そうですよね、別にカード入れを、うん、うんうん、100均で買って使ってる。出た出た、ありますよねそういうのがね、うん、カードだけのね。3、赤や青の財布は避ける。4、小銭が見やすいギャルソン財布、うん、なかなか全てが当てはまるお財布がないので、壊れてもいつも同じお財布を買い直していますと。同じ種類のお財布を使われているということなんですね、うんうん、買い直して、うん、もうこだわりのね、お気に入りがあって、うん、そればっかってことね、うんうん、なんかこう自分のこうカラーみたいなのがあって、うん、それで例えば金、あのお金の面はこういうあなたは色がいいですよって、ゴールドとか、そうだから金、お金が入るからといって別にゴールド、うん、金ってわけではなくて、うん、私の場合は何だったっけな、ワインレッドだったっけな、ワインレッド、そうそう、そういうのが運気が上がるとか、お金が結構入る、人によって違う、そう全然入るから、うん、そういうのもね、こう自分のカラーを調べるっていうのもいいのかもしれませんね。はい、そしてラジオネームトミー4040さんからです。4040さん、先週土曜日の真冬の寒さにはびっくりしましたが、うん、皆さんのお財布の中身は寒くありませんか？十分寒いよ寒いです、寒いです。私は普段はキャッシュレスなので、イベントがない今はお札の出番がなく、うん、お財布の中で温まっていますと。キャッシュレスの時代だね。本日のテーマお財布ですが、私は3ヶ月ぐらい前に新しいお財布に変えました、うん、色は茶色で2つ折り、長財布はポケットからはみ出して危険なので使いません。小銭入れは別ですが、お札は全て新札に交換して上向きに入れています。他にクレジットカード、電子マネーカード、ポイントカード、テレホンカード、健康保険証、カット版が入っています。カット版は怪我をした時にあると便利ですという。うん、そうだね。うん、あいつはちょっと 1,2 枚入れとくと、はいはいはい、何かの時にね。はい、じいちゃんも入ってる。じいちゃんも入ってますか。コセンちゃん後ろを見て、防犯協会の鈴木さんが行ってきますというふうにいいですね、生放送みたいですね。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。防犯チャンネル845でお世話になってるね、鈴木さんが今出勤されました、うん、ジュニアさん皆さんね、朝こう通勤される時にこう手を振ってくださるんですよね、うん、行ってきますってね。そう、じいちゃん背中向けてるんでね、道路の方にね。そうだね、わかんないけどね、なかなか気づかないんで皆さんの笑顔でね、今日も出勤されております。はい、ありがたいです。はい、そんな月曜日でございます。さとみさん、ありがとうございます。どうもでした。さあ続いていきましょう。ラジオネーム桃じいさんからですね。桃じいさん、このところは欲しいものがあるとネットショッピングで何でも買ってしまう私、うん、コンビニなどはスマートフォンのアプリでポイントで買い物をしているので、今はコカ・コーラのロゴのデザインの黒のお財布があるのですが、バッグのポケットに使わないカード入れとしてまだ眠たままなんです、うん、お財布はおしゃれグッズの一つにしたいので、いつもお財布を買うときは大好きな矢沢永吉さんにちなんだデザインや A ちゃんのオフィシャルショップで購入しています。今年こそかっこいいお財布が手に入るといいなと思っていますと。うーん、自分の趣味にね、いい矢沢ね、沿ったね、いい矢沢が好きなのね、お財布だそうですよ。コセンちゃんはどんなお財布使ってるんですか？私はね、いろいろ使ってみたつうかね、戻っちゃった、あの、うん、昔買ったやつがさ、ずっと使ってて、うん、はいはい、使い勝手が良くて、はい、だけどほら気分転換にね、違うの買ったりとかしたんだけど、4つぐらい買ったかな、その後。でも結局使い勝手が悪くって、はい、その長く使ってたやつに戻ってボロボロですよ今。あ、一周回ってね。でも私もそうです、小泉ちゃんと一緒です。同じタイプで新しいのがあれば欲しいんだけど売ってないのね。そうですよね、同じね、似たようなものは売ってみるかもしれませんけど、やっぱりちょっと違うんだよね。やっぱ私も前使ってたもので1回変えて、やっぱ 3,4 回変えたけど、うん、やっぱり元に戻っちゃったっていうのが、これってどうなんですかね、皆さんどうなんですか、こう戻ることに対して。やっぱその使い勝手だよね。あ、うん、使い勝手もあるけど、運気とかの方どうなんですかね。運気はね、だからその頃運が良ければよかったけどね。ちょっと調べてみよう。またそれ使ってた頃運が悪くてさ、またそれを呼び戻しちゃったっていうのが嫌じゃん。それはダメですけどね、うん、でも長年使ってる方いますよ。高崎のパパさん、愛妻と一緒に行った横浜は、うん、大桟橋のショップで買ったハッシュパピーの2つ折りのお財布です、うん、もう10年以上使ってボロボロになっていますが、うん、これからも大切に使っていこうと思いますと。ハッシュパピーって靴のねメーカーだよね。へえ、うん、あ、そうなんですね、はい、ラジオネームキングヤスさんです。キングヤスさん、皆さんおはようございます。
ありがとうございます。財布は必ず2つ折りのタイプで、うん、ズボンのバッグポケットに入れてはみ出さない、うん、ちょうどいいサイズのものと決めています。ブランドには興味なく黒か茶色の単色でシンプルなデザインのものですねと、うん、あと仕切りやポケットでできるだけたくさん収納できるものを選んでいますと、図書カードテレフォンカードなんかも入れていますとね。まだなくしたことはないですが、ちょっと見当たらない時とか焦りますよね。お財布はパンパンですと、うん、同じ来ています。パンパンです。お財布ねパンパンの方もいればこうシンプルにシュッとしてる方もいますから、うん、ペラペラね、どちらかですか皆さんはということで、いろいろとね意味もあるそうなので、うん、ぜひねこれは30分台でお話できたらなと思います、うん、ぜひ皆さん今日はお財布でお待ちしております。時刻は8時29分を回ります。せーの、いってらっしゃいまし。8時42分です。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小泉じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いしま す。さあ今週1週間のお天気なんですけど、うん、どうですか。何やら金土日でまた気温が上がり、うん、19度、ね、20度ぐらいに、うん、なりそうですね。水曜日からねまた徐々に気温が上がってくるので、桜もね徐々にこう開花していくのではないのかなと思われますね。さあそしてコロナウイルスなんですけど、はい、オープニングの方でも、ね、お話しさせていただきましたが、うん、群馬県内ね、週末に新たに増えまして、うん、2人増えまして、はい、群馬県内は5名の方ということでですね。ですね、うん、1人の方は初感染で保育士の方、うん、でそのお母様ですよね、はい、2人目の方が、で3人目の方が看護師さんなんですけど、はい、その後に出たのが看護師さんと同じ病院で働いている、うん、医師の方と医師の方の妻になりますね。奥様ね。奥様に。はい、家族。うん、になるので、まあ、その病院内の感染とかもありますので、うん、濃厚接触者の方は60人以上を超えているということで、はい、ね、まあ、ここからいろいろ検査とかもね、うん、結構、まあ、していくと思うので、うん、また明日とかにもいろいろ情報が入ってくるかなと思いますが、まだね保育士の方とその医師の方は重症ということで、うん、お話しすること、うん、聞き取ることができないので、感染経路がちょっと分かっていないので、はい、心配です ね。でもね、やっぱ高齢者結構重症者出ちゃうね、うん、そうですね。新たに、ね、出た方は70代ということなので、うんね、ただ一番最初に出た方は40代なので、うん、うん、そうですよね、高齢者の方が出るっていうイメージだったじゃないですか最初の方は、うん、最初ね、まあ、うん、重症になりやすいとね、はいはいはい、うん、でもね全国的に見ると年齢は関係ないなっていうことも分かってきてますし、うん、あの12日の時にギリシャでオリンピック開催の成果、うん、ね、そうそうそう、うん、採火式が行われてましてね、はい、日本だと野口さんがやられていましたけど、うん、なんとその後8日間にわたって聖火リレーを行う予定だったんですが、はい、中止になりましたね。なりましたね、うん、なりましたね。そんなに人出がねあったっていうことでね、すごかったですね。あの私も映像で 見させてもらったんですけど、やっぱり観客の方ね、うん、非常に多かったですね、うん、うーん、まあなっちゃうね。だから日本もこう聖火リレーが行った時に、うん、もちろん有名な方がいられたりとかするじゃないですか、うん、人集まりますよね。うん、ここら辺がねお国柄もあるだろうけど、はいはいはい、ね、なのでちょっと残念なんですけど聖火リレーが中止ということで、はいはい、日本にはですね26日に今福島県にから出発で、うん、20日に専用機で、はい、あの航空自衛隊の方に宮城県の方に到着するそうです、うんうん、20日に20日にね、一応聖火渡ってくるので、まあ、そこはあれなんですけど、うん、まあ、そこからね一応今の段階では日本をやるということになっていますが、うん、どうなるかはちょっとこの後の情報を見ていただきたいなという、うん、ねえ、オリンピック小泉ちゃんどうですか、開催
今ね延期とか濃厚が1年延期が濃厚2年延期が濃厚って出てますけど、全く分かんない状態だけどね、うん、予想はまあじいちゃんにとってはね、まあ、このチャンス日本での、はい2回目だからね。はいはい。うん、小学生の時にね。そうですよね、小泉ちゃんは、うん。東京オリンピック見てるから。うん。うん、楽しみにしてるんだけどね。東京オリンピックを見た時のあの感動とかってどういう気持ちになったんですか？まあ、ね、当時さ、やっぱそんなだけの大きなイベントっていうかね、はい、催しはなかったからね、すごかったよ。ですよね。うん、ほとんどの人が見たんじゃないの、テレビにかぶりついて。うん、私は今回初めてのオリンピックなので、うん、すごく楽しみにしていたんですけど、はい。ね、でもやっぱ一番はやっぱりこうね、皆さん体調とか健康が一番なので、うん、そっちがね、最優先だよね。でもね、うん、これって言いづらいですよね。だってさ、うん、オリンピックに出る選手の方ってさ、人生をかけてさ、うん、まあそうですよ、この1年2年って大きいと思いますし、ね、一握りのね、人たちだからね、ね、うん、その方の気持ちを考えると愛には言葉にできないんですけど、はい、ね、うん、まあ、のここから様子をちょっと見ていきたいなと思います。随時お伝えさせてください。はい、では今日のメールのテーマいきましょう。はい、今日のテーマは財布です。はい、今日は財布です。うん、ラジオネームひーくんさんなんですけど、お札の向きはちゃんと揃えていますよ、うん、と来ています。そうですね、お札はきちんと揃えることが、向きを揃える、そう、向きを揃えることが鉄板ですし、うん、お札の入れ方は、うん、あの内側から1万円札、うん、5000円札、1000円札の順番に入れるようにするのがいいと。あ、そうなんだ。はい、言われています。高額はやっぱり中心部に置きたい。はい、内側からきちんと入れていく、向きはきちんと揃えるということで。なるほど。うん、そしてラジオネーム、ですね、あれ、ごめんなさい、ラジオネームなし、うん、あるんですけど、混ざっちゃった。ラジオネームちょっとつさんからいただいています。ちょっとつさん、私が愛用しているのは地図規模のプリマクラッセの二つ折り財布です。あ、地図模様でした。あ、何のことやがって、ちょっと今一瞬分かんなかった。お財布持ってるんですかね。わかりますよ、地図模様のね、あのね、プリマクラッセのね、二つ折りのお財布です。軽くて丈夫なんですよ。もともとは中学生の頃に父からのプレゼントでもらいました。それから何年も使ううちに愛着が湧き、別の財布に浮気しましたが、やっぱりこの財布が一番と、現在は2代目を使っています。そっか、戻っちゃうタイプで。でもまた同じのが手に入ったってことね、2代目ってことね。え、いますね、また元通りの方がね。そっか、そっか、定番であるといいよね。そして深谷から来ましたさん、今日はお財布について、金融アプリのアップのお守りは入っています。うん、あとは身につけることを心がけていて、ズボン後ろのポケットではなくマイポケットに入れています。後ろだと落としたりするしね、と言われていただきました。ポケット座るとき邪魔でしょ。まあいいか、こうしそうですよね、しゃがんだ時にね。うん、そしてラジオネームトゥーパンプスさんからです。パプさん、私が愛用しているのはぐんまちゃんのコインケースです。ぐんまちゃんの顔の形をした革製でしっかりとした作りですが、ワンコインで買えます。便利なのは蓋を開けるとボックス形になっていて、コインの出し入れが楽なことです、といただきました。小銭入れ、小銭入れね、これあれですよね、お札がすごくプライドが高いから、小銭を一緒に入れてはいけないみたいな。あ、そういうの聞きません？そういう伝説があるんだね。うん、言い伝え。だから、お札と小銭って極力分けた方がいいみたいな。じゃあ小銭別だよ。あ、それめちゃくちゃいいみたいですよ。ずっと。うん。うん、もう随分前から。おお、うん。その方が良かったりするみたいです。そうなんだ。うん、知らず知らずに。お札にはプライドはね、あるんですね。あるんだ。紙は、紙はね、ねえ、だから小銭入れは分けた方がいいみたいです。なるほど。そして太っちょさんからです。太っちょさん、以前は2つ折りの財布を使っていましたが、長財布の方がお金が貯まりやすいって聞いたので、今は長財布を使っています。色は黒です。お札の向きも揃えて頭を下向きにしています。でもお金がどんどん出ていきます。どうやらお金が貯まらない原因が他にもあるようです。そっか、よく考えた方がいいね。これ向きが、さっき上向
き上向きに入れるよっていう人が結構前半多かったんですよね、うんうん、だけど太田さんは下向きって出てるじゃないですか、うん、これ別に両方どちらでも意味がきちんとあって、うんうん、いいみたいですよ、どちらでも。そうなん、うん、私は結構上向きの方がいいって聞いてたのでずっとそう入れてたんですけど、うんうん、下向きでもいい説が、なるほど、あって、うん、そう、あの基本的にはね下向きに入れるっていうのが基本だよっていうところもあるみたいです。あ、そう、基本みたいのあるんだ。お札が頭から財布に入ってくるとか、お札が出て行きにくい状態にするとか、うん、肖像画を下に入れることで。ややこしいなあ。お金がなるべく出てかない方がいいんだったら鼻から入れなきゃいいんだよ。うん、それで表出て使わないじゃん、使えないじゃん。それじゃあおしまいですよ。そうだよね。だから別に上でも下でも丁寧にお金、うん、お札を扱うのがまず何よりも向きというよりかは大事だそうです、うん、だから下でもいいんだっていう。そうね、畳まないのがいいのか。あ、長財布の方がいいって言いますよ、うん、お財布は。じゃあ昔よく1000円もらうっていうさ、はい、ことが多く起こったのね、はいはい、年間何回も1000円もらう、はい、畳み方がもうその人それぞれですごいいろいろ、そのさ、お札をさ、はい、畳むのにね、はいはいはい、畳んだ状態でもらうわけ、はいはい、ちっちゃくして、うん、であげるって、うん、わけも分からず、うん、くれるならもらうってもらう。全部取ってあるんだけど、うん、畳み方が本当個性がある。あ、いろんな畳み方する。あのお札をね。お札を。普通どう売るんだろう。あれって肖像画を中に入れた方がいいのかな。三つに折ったりとか割といるんだよ。三つに折る。三つに折る。うん。うん。うん、私置くなんかお年玉とかは。あ、お年玉ね、うんうん、ラジオネーム酒太郎さん、酒ちゃん、お財布、今日はイソヒも読めないメールになるかもと。なんで、なんで恥ずかしい話、読まなくてもいいけどって、うん、どういうこと。財布、男子の長財布、うん、お尻のポケットからはみ出してるやつ、うん、バカですか、東京の満員電車なら誰でも盗めますよだね。そして、うん、チェーンつけてる人いるけどね。チェーンつけてますね、うん、そして風水かな、金色とか金がたまる、うん、集まる色とかね、うん、それもダメで財布で金運が決まるらしいですがと、うん、まあそういう自分はボロ財布貧乏人ですとかね、うん、まあ、この金色に関することでちょっと調べてきたんですけど、うん、はい、2020年、うん、2020年、今年、そう、うん、この後お財布を買える時、うん、いい日は、うん、4月5日だそうですよ。ほう、時期だね。だけど特にいいのが6月20日。6月20日、なんでかっていうと、そのやっぱりお財布を使い始めるのを考えるときに、うん、大きな吉日から見ていくっていうのが一番いいんですって、うん、で転写日っていう、転写日とも言われるのかな、うん、それの日が一日すごくいい買い時なんですって。さらにこの転写日が次来るのが4月5日なんです、うん、この日に変えるのもすごくいいんですけど、それプラスさらにいい日っていうのがあって、うん、それがね長いんですよ。一粒万倍日っていう日なんですって。まあ難しい。そう、この日がさらにいいということで、うん、年に2回しかないんです。1月22日はもう終わったので、うん、6月20日、6月20日、次、これが1年で最もいい財布の替え時だそうです。6月20日だそうです。メモっとこう。この転写日と一粒万倍日が重なる日なんですって。おお。私もだからこの日に変えよう。おお。待てないよって方は4月5日でもいいと思います。4月5日ね、うん、まあすぐだ、うん、そうで、今年はさけちゃんの言う通り、うん、ゴールドがいいみたいですよ。うん、金色の財布、そう、ネズミ年、うん、っていうところもなんかいろいろかかってくるみたいで、なんか今年はゴールドがいいっていろんな先生が言ってますね。ゴールドの財布ってあんまり見ないよね。見ないですか。それは見るけど。あ、確かに、うん、ゴールドの財布を持ってるとなんかちょっといやらしい感じもね。いやらしい感じ、そうね、ありますもんね、うん、そしてラジオネームルルちゃんです。ルルちゃん、カッパハゲ、かっこ旦那に買ってもらったお財布、もう10年ぐらい使ってるかしら、うん、仕事中コンビニの駐車場で紛失1回、バッグを持たないでお財布だけ手に持ち、服を買いに行き、洋服を手に取った時に置き忘れたこと2回、合計3度も紛失しましたが、3度とも全て中身もなくなることもなく手元に戻ってきた不思議な財布です。あ、すごい。
拾っていただいた方に感謝しかないです、うん、3度も手元から離れて戻ってくるなんてカッパハゲの念でも入ってるんでしょうか。うわすごいね旦那さんの念でも一生もんだなそれな、はい、そうですね念が入ってるねえ。アットFMさん、お財布はお財布イコールお金、よくお出かけ先で迷子になって警察で保護されるものですね、落とし物にはみんな注意していきましょうとかね、うん、いただいています。ハワイのママちゃん、ママは春財布をまだ今年は買えてなくて、うん、ね、良い日に買いに行きたいわということで、うん、じゃあママちゃん6月20日なんていかがでしょうか。はい、ね、そして赤城山大噴火さんはね、ね、長財布をよりも2つ折りの方にしていますというふうに、ね、うん、他にもねたくさんいただいていますが、うん、ゆうやんさんからもいただいています、うん、おみくじ入れていくようにしていますと、うん、ねえ、もう昔からねおみくじ大吉が出たものとかを入れてるそうですよ、うん、他にもまこっちゃんさんからいただいていたり、2020年さんからはねポイントカードなどが入っていますよとかね、うん、カードは8枚がいいそうです。おう、末広がり、関数字で8だから、うんうん、8ね、うん、カードを入れる枚数は8枚がいいそうですよ。うーん、他にもね富岡のアリオンさんからもねいろいろといただいていますけど、映画についていただいていますね、うん、福島フィフティを見てきましたと、うん、東日本大震災の、ね、はい、うん、原子力発電所のところの映像で、ね、これ絶対見た方がいいですよね、うん、アリオンさん ね、 ね、うん、アルコール消毒もきちんとね、うん、劇場内であるので強制はしませんが、うん、ということで、うん、お時間ある方はというふうにメールをいただいています、はい、皆さんメールありがとうございました。うん、さあ今日はお財布、財布ね、ね、これを機会にぜひ皆さん、うん、もう一度ご自身のお財布、はい、お財布の向きはお札の向きは、うん、上でも下でもどちらでもいいけど、うん、丁寧に扱ってください、はい、1万円札は内側から、うん、1万5000円1000円札と入れてください、はい、小銭は別の方がいいですよ、うん、カード類は末広がりだから8枚がいいですよ、ね、あとレシートとかは極力捨ててくださいこう、うん、ね、入れない方がいいですよ、2つ折りのよりかは長財布の方がいいですよと、うん、折らない方がいいんだ、うん、で今年は6月20日が一番お財布を買い時ですよらしいです。そうですね、はい、まとめるとこんな形になります、はい、そして今年は運気はゴールドがいいらしいです。金財布、はい、なかなか持ちにくいと思いますが参考にしてください。参考にしてください。ではコセンちゃん最後のさよなら言いましょう、はい、本日の担当は私磯日彩香とコセンじいちゃんでございました。また明日お会いしましょう。さようなら、バイバイ。